はい、私の方はお立ちください。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたが聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み義を行い心の中真実を語る人、その人は明日をもってそ知らず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない、神に捨てられた人をその目は下げすぎ、主を恐れる者が通る損になっても立てた誓いは変えない、種を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない、この世を行う人は決して許さない。進め進め進め、永遠に向かって、神の言葉信じて従い進みゆこう。進め進め進め、永遠に向かって顔と顔を合わせて、主をあがめたたえる、進め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 、永遠に向かって神の言葉信じて従い進みゆこう。進め進め進め、永遠に向かって顔と顔を合わせて、主をあがめたたえる、新しい世界へ。私を見放さず共にいてくれる、あなたは私を愛して最高の人生を与えてくれる。私は愛されています、私は祝福されています、あなたは私の助け力、私は愛されている。いつもいつも
もどんな時も私を見放さず共にいてくれる。あなたは私を愛して最高の人生を与えてくれる。私は愛されています。私は祝福されています。あなたは私の助け力。私は愛されている。私は愛されています。私は祝福されています。あなたは私の助け力。私は愛されている。私を信じ、また私に求めていきなさい。忍耐の後に私は私の技と栄光を表していこうと称されます。この今回のこのアメリカ覇権においても、この神の御手が確かにこの世界のこの歴史上の中で動いていることを示すと主が言われます。さらに私は示しを与え、また働きを進めていこうと称されます。世の輪における私の計画は深く広いと称されます。あなたはそれを見よう。
このアメリカにおけるこの100の教会の計画というのは、この確実に進むとしか言われます。しかし、このアメリカ国、アメリカ自体というのは、国内の分断が激しくなり、国力の衰退というのは激しい中で、この選挙の技を進めるとしか言われます。さらにアメリカには特別な計画があり、あなたとはその計画のあれを見るであろうと知らされます。全世界における働きのポイントはアメリカにあるとおっしゃいます。またこのニューヨークにおけるこの神の計画というのもこの進むとおっしゃいます。特にこのニューヨークにおけるこのユダヤ人の関わりには御心があるので、このユダヤ人の方々との関わりがこう開かれるように祈り、またその開かれた際には御心がこの妨害されることなく進められるように祈っておきなさいとしか言われます。御国を思いたい。We need toください。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じ洗礼を受けられた方、また洗礼を望んでおられる方にはこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットでこの礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの式に加わってください。またインターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して、参加していただきたいと思います。お祈りをいたします。天の様はこのパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私たち一人一人のうちにあなたの恵みと祝福を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。
イエスはパンを取り、祝福しの御言葉を先、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。テロスはこの聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持ちます。神の国と神の義をまず求めなさい。
そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。Seek ye Father in the Oga, and His righteousness, and all this shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah.それでは宮下牧師をお祈りください。愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。今私たちは御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いをいたします。また今日捧げになったお一人一人の上に、主の豊かな霊的な祝福、また実際的な祝福がありますようにお願いをいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。